こんにちは、ヨアナ研究所所長の石原です。今回の動画では、クラシックの難曲とジャズの難曲がどう違うのかっていうのをお伝えさせていただきます。それではまずクラシックの超難曲であるリストのラ・カンパネラの譜面を見てみてください。うわー、難しそうですよね。それでは、ジャズの難曲、コルトレーンという方が作曲したジャイアントステップスの譜面を見てください。あれれれれれ、二分音符しかないじゃん、これ簡単じゃねって思うと思うんですよね。ちなみにジャイアントステップスっていうのはこういう曲です。ちょっとね、ふわっとしてる、多分初めて聞いた人の感想としてはまあふわっとしてる曲なんですけど、ちなみにね、ちょっとね、リストのラ・カンパネラも最初の部分だけちょっと弾いてあげたいんですけど、僕ね、いかんせんピアノが弾けないものでちょっとお見せできないです。まあ、とにかくジャイアントステップっていうのはこんな感じの曲なんですね。で、テンポが速いっていうのはあるんですけれども、これ譜面にしたら2分音符しかないから、これ簡単じゃねって思うと思うんですけれども、ジャズの曲ってテーマを弾いた後同じコード進行上でアドリブを弾くんですよ。こういう風に同じコード進行上で、そのテーマと同じコード進行上でアドリブを弾くんですね。で、このアドリブを考慮したときに、このジャイアントステップスみたいな曲っていうのはめちゃめちゃ難しいんですよ。で、何が言いたいかっていうと、こういうジャズの難曲、難しい曲っていうのは、テーマを弾くことが難しいっていうわけではなくて、その曲のコード進行上でアドリブを弾くことが難しいっていう曲がジャズの曲の中で難曲、すなわち難しい曲と言われているわけです。で、この進行上でアドリブを弾くっていうのがすごい難しいんですよ。ちょっと僕ね、試しに弾いてみますね。で、ジャイアントステップスみたいな曲っていうのは年代的にビーバップっていう年代に作られた曲なんですね。で、ビーバップを専門にやってる人っておそらくね、こういう風なアドリブっていうのは弾かないと思うんですよ。だからビーバップを専門にやってる人が聞いたら怒られちゃうかもしれない。まあ、とにかくこの動画で何が言いたいかっていうと、クラシックの難しい曲っていうのは、その譜面を弾くのがめちゃめちゃ難しいっていうのがクラシックの難しい曲なんですね。で、ジャズの難しい曲っていうのは譜面を弾くのが難しいわけではなく、その曲のコード進行上でアドリブを弾くのが難しいというのがジャズの難しい曲と言われている曲なんですよ。はい、今回の動画ではクラシックの難しい曲とジャズの難しい曲がどう違うのかということをお話しさせていただきました。弱な研究ではより良いコンテンツを作れるように頑張っていきます。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。弱な研究所でした。